ロジスティードの竹口です。今回は、日本の日立製作所を笠戸事業所で作られた新北市政府様向けの参院選車両の輸送作業を行いました。水切り作業は車両2両を、水切りをしました。船内にぶつけないようにというのと、しっかりトレーラーに乗せられるように機材の選定から、重心の調節であったりトレーラーの配置であったりを調整しました。台風が来ている中ではあったんですけども、無事に、水切りを終えることができました。我是陆海公司，本次受罗吉地委托承运三一线捷运车厢运输作业。这次的车厢从日本下松港出发，到达台北港，再由我们陆海接手运输。这次的运输作业，我们从半年前开始做路线规划、通行证申请、安全协调等作业。全程运输经过与政府机关单位多次协调，达成安全规范。我们这次的夜间运输作业，每节车厢配有前后护卫车，在行驶前及中途会做定点的安全检查，在重要路口也会有交通指挥指引，确保运输的过程安全顺畅。我们在工地的部分，这次会安排两台吊车一同进行吊挂作业，并会在四个角落各派两名作业员拉牵引绳定位，使车厢在吊挂时减少晃动或偏移。全程吊挂我们遵照政府法规进行，确保车厢安全被置放。